すごい綺麗。皆さんこんにちは、スキマニーストリアのダリアです。今年令和6年は辰年ということで、龍の伝説が多く残る神奈川県藤沢市の江ノ島という人気の観光地に来ています。まさに富岳36景のあの景色じゃない？いいね、楽しい。前回の動画では江ノ島に入り、江ノ島神社にある3つの宮、辺津宮、中津宮、奥津宮を龍にまつわる伝説を紐解きながら順番に巡ってきました。そして今回は江ノ島のさらなる真相部に迫ります。江ノ島の絶景スポット、江ノ島が信仰の対象となった始まりの地である洞窟、美しい湘南の海を眺めながらいただく江ノ島の名物、後編も見どころがいっぱい。あそこね、江ノ島の魅力が詰まった動画になっていますので、ぜひ最後までお楽しみください。ちなみに日本でたまたまだと思うけど、辰年って結構変化の年なんだよ。例えば東海道新幹線の開通とか、青函トンネルの開業とか、あと確か東京スカイツリーだっけ、東京タワーのあれも辰年だし、さらに言うと戊辰戦争、明治時代になったきっかけも最後の戦争、あれも辰年で、日露戦争も辰年。悪い変化もあればいい変化もあるけど、かなり日本にとってすごい変化の年なんだね。だから今年もある意味ちょっと楽しみだね、どういう変化があるのか。見て見て見て、近い。何あの色、もうこれ現実にない色でしょ、誰かの絵みたい。いろんな昔の絵師たち、ここ憧れて絵を描きに来てたり、わかるかもね。すごい綺麗だもん、見てこの美しさ。わあすごい、何ここ絶景。わあ、すごい、そのまま撮っても綺麗だよね。もうなんか加工より自然の方が圧倒的に綺麗な色出してるよね。富士山どこ、あ、富士山真正面じゃん、うっすらと見える。富士山見えてるよ。これから私はこの島の中で最後に見に行きたかった、まあ、すごく大切な場所で、ここの江ノ島の信仰発祥の地なんですよ、この岩屋で。ここいくつかのものがあって、ここ第一岩屋と第二岩屋があって、この第一岩屋の中でまさにここ信仰発祥の地のところがあって、ここ見に行きたいね。あと全体的にどういうところなんだろうね。私言ったように、もともとここの江ノ島のこう信仰歴史が始まったのは、古墳時代にここの洞窟の中にお宮を作るように命じた天皇がねいて、そこから歴史がスタートするから、もうここからまさに始まってるんだね。だから最後に見に行きたかった場所の一つ。空海も来てたし、そうだから源頼朝とかもそうだし、で江戸幕府を開いたかの有名なあの人も来てるし、みんな来てるんだよね。奇跡的に洞窟の中で分かりやすく絵が描いてあった、こういう風に
この五頭竜が悪いことやっててみんなを困らせてて、でその後弁財天が降りてきて、で彼がこう心を改めてもうここの民を守るってことでこういう風になってたんだ。一つ気になるのなんで鬼がいるんだろう鬼は出てないけどね、ストーリーの中に。でこれは私話したその御神門の話だよね。北条時政とこの竜神弁財天様が出てきて、あなたの夢を叶えてあげよう言って、で大蛇、まあその大きな蛇竜になって海に消えて、でも3つの鱗だけ残して、でそれが家紋になったっていう。雰囲気より神秘的になってきたね。これ無料で貸し出ししてくれるんだって。洞窟どんどん小さくなってきてるよ。これ自然的に作られたと思えないぐらいだね。綺麗だね。遥か昔の時代からこの始まりの地を参拝しにたくさんの人が訪れていたのです。私もそのような歴史に触れられて本当に嬉しく思います。江ノ島ってなんかあの観光地っていうよりはなんか心落ち着く場所だね。初詣にはぴったりな場所だと思うよ。こういう時ってさ、なんかこう落ち着くような、なんだろうね、こう神秘的な場所行きたくなるけど、江ノ島ってちょっと観光地すぎるのかなって勝手にそういうイメージがあったけど、もう全然そんなことないね。ゆっくりできるね。ゆっくりできるし、伝説も多いし、綺麗だし、なんか神秘的だよね。わあすごい、何これ、びっくりした。ライトアップされてるよ、洞窟。初体験だよ、洞窟のライトアップ洞窟も初めてだけど綺麗びっくりした。この洞窟って昔から信仰の地だってこと分かってたけど、こう改めて歌川広重の映像で見るとちゃんと江戸時代の人もみんなこう洞窟の中に入ってて、ここ楽しんだりして、この人たちもピクニックやってるもんね。これ確かに夢があるね。こういうところでいい感じのブランケットを持ってきて、でこうお重、何段階のお重を持ってきて食べるって、いいね。ちょっと危ないような気がするけど夢があるわすごい頭良くない？その発想はなかったねここでピクニックね。あそこ見え隠れしてる石、本当に亀みたいだね。名前も亀石だって。本当に亀みたいだね。ちゃんと頭も甲羅もついてて、お待たせしました。皆さんのお待ちかねのランチタイムです。お腹が空いてきたので参道の途中にあるお店に寄りました。見てください、この展望席、絶景を見ながら食べれる。海の色と海の音がすごい。言ったように今あの生しらすは食べれないので、私はこの釜揚げしらす丼にしました。普通のしらすもすごく美味しいから楽しみだね。でも私一つだけ心配なのは、結構いろいろついてるから食べきれるのかなって結構小食だから、ほらちゃんとダメって書いてある。こういう絶景を見ながら食べるしらす丼は多分より一層美味しいんだろうね。もう家で食べるものとは多分全然違うと思うよ。どういう味なんだろう。
ごい絶景だね。じゃじゃーん、私の方来た。シラス美味しそう。じゃあせっかくだからこれも。あー、湯気が立つぐらいあったかいね。もったいないから、そう、おー、まだちょっと残しとこう。これ美味しそうだね。じゃあ早速いただいちゃいます。いただきます。まずそのまま食べてみたいね。柔らかい、すごい柔らかい。しかも風味もしっかりあって、すごい美味しい。シラス大好き。しかも大きくない？身がしっかりしてる。ね、身がしっかりしてる。天国パラダイスもいいね。こういうすごく美味しいシラスをこの背景を見ながら食べるって、もう最高に、なんかもったいないぐらいいいね。しかもいっぱい入ってるよ、見て。結構こう思い切りと、あ、分厚いね。そう、たまにはほんのちょっとだけかかってるような感じあるけども、全然そんな感じじゃないの。大量だよね。あと私このサラダも、ここに小さなイカちゃん入ってるよ。こういうサラダも大好きなんだよね。これ私が食べる2つ目のセットです。絶対ありえない。取られた。びっくりした。これどうやって食べればいいの？私食べたことないよ。楽しみ、ありがとう。これは食べれないよね。これはそうなの？そう、それがサザエ。じゃあいただきます。あ、コリコリしてて美味しい。思った以上に、あの磯の香り美味しいけど、その癖があるっていうほどではない。完璧だね、美味しいね。もうしゃばせ、最高にいい一日になった。珍しく完食だ。もうあまりにも美味しすぎたから気づかない間にほぼ完食しちゃった。この量完食できないよね。いや、もう一度もないよ、そんな量。自分でもびっくり。なんかだんだんちょっとお腹が重くなってきたなという気持ちがあったけど、今改めてお皿見たら、こんなに食べたんだって。欲しかった。すごいね、ずっと黙々と食べてる。すごい美味しいから。最後にサザエさん、これ最後の子で、最高。ごちそうさまでした。あまりにも美味しかったから思わず完食しちゃった。初めて見た完食。私も。せーの。今日楽しかったね。もうちょっとこう観光地みたいなものかと思ってたけど、伝説も多いし歴史も多いし、もう自然に癒されるばっかりの一日の上に、あんな素敵なテラスで美味しいご飯食べられて、すごい良かったよ。しかも初めてのサザエさんだったから、初サザエで、すごい美味しかった。来て良かったなと思った。なんかあの今年の始まれて、まあ、よくないニュースから始まったじゃん、うん、だからなんか行った方がいいのかなとか、すごいちょっと迷いがあったんだけど、やっぱりこういう風に年が始まるとなんかいいこともあるのかなっていう期待が込められる、心の中で。
て夜の片瀬の島駅、しかもあのお昼見られる色とは逆の色にしてるんだね。綺麗。海の中にあるようなライトアップだね。今日の旅はここで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。